皆さんこんにちは、リットです。今回ですね、今話題沸騰中のこちら好き推しの子に関する動画を撮っていきたいと思います。というこれ、皆様アニメ見られてますか？今日はね、11時から第3話が、放送あるということで、またね、同時視聴もやっていきますし、また明日には感想動画も上げていただきますけれども、そんな中で今回はアニメの話ではなく漫画原作に関するですね、話をしていきたいと思います。ということで、アニメの方はね、本当に今とんでもない勢いで伸びている中で、推しの子の原作はですね、かなり炎上ね、ここ最近の話は特に、しているというところで、僕自身もともと推しの子はこうやって原作ファン単行本とかも買ってたんですけれども、漫画自体は全然僕最近読めてなくて、最近すごい勢いで追いついてるところなんですけど、推しの子もようやく1巻分ぐらいかな、12話3話ぐらい遅れてたんで、もともと読むのがなんで1巻分ぐらい遅れたところからこう最新話まで追いついたんで、ぶっちゃけどうなのかとか、最近ね、よく作者の気持ち代弁させすぎだろとかね、結構言われてたりとか、まあほんとね、原作が炎上しまくってることによってアニメ勢の方がね、この推しの子ってこれ話大丈夫ですか、この先みたいなすごい不安の声聞くんですね。もともとアニメ1話がピークだとかいう話もあって、まあ1話以降面白くねえよとかね、1話だけだとか1巻は絶対超えられないとかいろいろ話があって、まあそのアニメのこの後の話とかもちろん不安がある方も、いらっしゃいましたし、その原作手出そうって方も、最新話ねめっちゃ炎上してるし、どうしようっていうね、人もすごい話も聞くんで、まあ僕自身読んでみて、ぶっちゃけどうなのかっていうところで、今回ですね、いつも話しましたように、今回多分ありで話していきたいと思います。というこれ、早速ですね、ネタバレなしの感想、推しの子、原作最新話まで読んで、ぶっちゃけどう思ったかっていうところをね、話していきたいと思います。推しの子、最新話まで読ませていただきまして、ネタバレなしの感想、結論としましては、正直ですね、めっちゃおもろいっす。もうわかります。確かに読んでたらわかる。あ、これ炎上するなとか、ここは炎上したんだなとか、ここが言われてたとこかとか、読んだらすぐわかる。特に今僕がここ最近読んだ 1巻ぐらいの範囲の中で、めちゃくちゃやっぱ燃えたポイントが何個もあって、推しの子に関しては、ヤングジャンプがもともと原作というか連載、一番最新話がされてるんですけど、ジャンププラスでもね、1週遅れで、連載がされてる状況で、ジャンププラスはね、ほんとコメント欄がすごい毎回ね、まあ、盛り上がってるというところなんですけど、で、僕も確かにその該当の話とかのコメント欄見てみたんですけど、まあ燃え下がってますわね。ああ、もう、ファンと、もうアンチの大、アンチというか、もうこのさ、この話がダメだと思った人のもう対決みたいなね、僕はおもろいと思ってるっていう人と、もうこれはねえだろみたいな、おかしいだろみたいな、赤坂がロッシャーみたいなね、うん、で、でなんでそもそもこんなに炎上してるのかっていうのは、僕は正直火種があると思ってて、それがやっぱかぐや様だと思うんですよね。うん、推しの子とかぐや様、かぐや様を暮らしたいでも超人気ラブコメね。この前映画というか、ファーストキスは終わらないね、配信にも降りてきてテレビ放送もやってましたけれども、まあ原作者さん一緒です。赤坂が先生ね、週刊ヤングジャンプで、当時ね、今はもう完結しちゃったね、かぐや様が。同時連載してて、まあ、化け物だなって話をよくしてるんですけど、まあ、かぐや様の後半の方がですね、かなり炎上してたんですわ。うん。で、多分、そこも正直引きずってるかなと思うし、で、推しの子読んでる人って、純粋な推しの子をもれえと思ってるファンだけじゃなくて、やっぱかぐや様のファンもいると思うんですよ。まあ、そういう要素もあるのかなとは思ってます。こんだけ燃えてるところに関しては。ただ、やっぱ、一話一話単体で読んだりとか、単体でその話だけ聞いたら、それは、これはねえわって思う人もいると思うんだけど、まあでも僕は読んでいく中で、やっぱ何かしらのやっぱ意図がある常に思って読んでるし、やっぱ赤先生、僕ももちろん大ファンです。かぐや様も大ファンだし、推しの子もめちゃくちゃファンで、やっぱ僕自身はね、推しの子を確かにアニメ1話の面白さを超えれる回が、アニメで来るかって言われたら、まあ、正直さすがに難しいかなと思ってるんです。でも、常にやっぱこのアニメ1話の中であった、まあいろんな話あったと思うんですけど、まあ2話もそうなんですけど、常に面白いし、やっぱ特に原作ファンで言うと原作3巻がまあ人気だったりするんですけど、まあ僕アニメ店の方言ってるのは、少なくともまずアニメ、ワンクールというか、まあ全11話かな。だから残り、まあ今夜3話があるんで、まあ残り9話、残り9話ですね。うん、あるわけなんですけど、全部おもろいです。めちゃくちゃおもろいです。もうこれは僕はもう自信を持って言わせていただきますし、本当アニメのクオリティ、まあキャラ立ち、声優さんの演技、もう全部がもう、正直もう僕はパーフェクトだと思ってるんで、パーフェクトが120%、150%を、
で出してくれてるなと思ってね、そもそも面白い原作にやっぱアニメのこだわりとか演出のうまさとか、まあ、世界史動画工房さん素晴らしい作画とか、まあオープニングエンディングも超かっこいいねとかってもう合わさってるんで、もう間違いねえぞって言います。でじゃあこっからじゃあ原作最新話まで追いつくかどうしようかみたいな、まあ多分ねこんだけ炎上してると、もしこんな今好きな作品を原作追いついちゃったらなんか熱が落ちちゃうんじゃないかとかね、そういう思う人もいると思うし、原作読んだらアニメ楽しめるのかっていう話もあると思うんですけど、僕はねこれ問題ないし、原作別に読んでたとしてもやっぱすごい楽しめる、作品、やっぱアニメの力も確実に、ある作品だと思ってます。はい。でね、まあやっぱただね、そのやっぱ読んでいくと、あここ炎上したんだなとか分かると思う。まあそういう感じですわ、正直ね。なんでね、まあ、ちょっとこういうこと言われるのもあれだし、まあやっぱ人気作ってね、基本的にこう、厳しい意見ってかなり出てきます。やっぱ見てる人が多ければ多いほど、そういう厳しい意見を言う人ももちろんいるし、まあ特にやっぱさっき言ったように、推しの子に関しては、まあちょっと赤坂アガ先生っていうもうほんと超偉大な、漫画家さん、かぐや様の原作者やってるっていうところも正直影響してるのかなって僕は思ってる。で、まあ、ただね、僕は思ったより炎上してなかったです。やっぱすごい話題に取り上げられてて、まあ、正直やっぱ推しの子嫌いな人も、まあ、かなりいるのかなって、まあ、これは別に、やっぱ人気作っていうかね、超話題作ってなら大体なります。まあ、特に東京リベンジャーズなんてアマプラの評価ひどいもんで、なんか3ぐらいだっけほんとかね、まあ、鬼滅だってそうだし、呪術廻戦だってそうだし、もうほんと、まあ、スパイファミリーですらね、ほんと、もう超人気作品っていうのは必ず、そんなにおもろくねえと、そんなに騒がれすぎだと、こんなに言おうじゃねえとかね、これ明らかに売れすぎだと、鬼滅の刃だって未だに言う人いますからね、もうこれ売れた理由わかんねえ、どこがおもれんだと、こんな普通のジャンプ漫画ただ UFO テーブルがうまくアニメ化しただけだろみたいな、そういう人やっぱりいるんですけど、まあそういう声はね、別に楽しんでる人は気にせずに行きましょう。いや僕やっぱおもれっすよ、推しの子。やっぱね、なんか、最新話らへんゴミだとか、あの展開許せないとかやっぱ聞きます。聞きますけど、僕はやっぱそれ全部含めて、やっぱ面白いと思ってるし、やっぱその何かしらのやっぱ意図があった行動、まだ別にね、実際その炎上したとこの真意はまだ明らかになってないじゃなってないんでね。まあここら辺も、まあ、僕はやっぱ赤先生に正直全幅の信頼を置いてて、まあかぐや様のね、別にここは別に僕はそんなになんだこれってブチ切れてた人では全くないので、まあまあそういう意味ではね、そもそも別に嫌いとかそういうことはない、感情はないんですけど、やっぱめちゃくちゃ面白いですし、やっぱ常にこう何かしらいいと思って、やっぱ赤先生ならこれを絶対面白くしてくれる、これがきっかけになって面白くなるって常に思ってるとこもあります。正直ね、わかんない、そのなんか信者ではないですけども、まあ、そんぐらいのファンでもあるんですけど、やっぱめちゃくちゃ面白いなっていうのは本当に思ってますし、はい。まあやっぱね、かなりやっぱリアルなところっていうか、リアルというかなんかリアルみたい、まあ本当にリアルなんか実はわかんないですけど、結構なんかそういう、まあ、芸能界の光ってやみたいなね、この先結構迫ってくるような要素ありますけれども、やっぱそこはね、やっぱおもろいなってすごい思ってますし、なんでもやっぱね、今の時の作品ってもうご都合主義全開で、もう全部うまくいけますみたいな、なんでもかんでもうまくいっちゃいますっていうのは多いんですけど、まあ、この作品はね、やっぱそんなことない。すごいやっぱ、リアルな現実、その辺の厳しさみたいなのもね、描いてくれてる作品だなと思ってますし、やっぱアニメでより魅力もね、増してる。でまあ当初ね、やっぱアニメでやっぱこんだけ原作炎上しててアニメうまくいくのかなって正直思いました。だってもうそもそも原作こうやって炎上してて、原作ふざけんなって推しの子めちゃくちゃ嫌いな人とか、なんじゃこれ最近展開おかしいと思ってる人がアニメを見た時に、そもそも別になんかよくわかんないとか批判飛んでくる可能性あるかなと思ったんですけど、まあやっぱそれだけ凄まじい一話で跳ね返してくれたなと思うし、でまあ炎上って言ってもね、まあやっぱ面白いと思ってる人めっちゃいるなと思うコメント欄でした。怪獣8号のコメント欄見てみもうかわいそうになっちゃうからもういや僕あれ毎回見てたんで、怪獣8号はね別に結構前から追いついてたんです、結構ずっと最新追いついてたんで、あれに慣れてるからね、もう推しの子の炎上って言ったって、まあなんかそれね、結構メディアが大々的に取り上げるんよ、まあ、怪獣8号もそうっすけど、まあちょっと怪獣8号の戦い方はもう異常なぐらい叩かれてるんで、まあそういう意味でもね、まあ思ったよりはしっかりやっぱ擁護派がいたんで、そこは安心というか、まあ良かったなと思いましたし、面白いです。はい。おもろいし、まあ、アニメ好きの方はまずね、これアニメの範囲、まず全く不安いらないです。まあ、それは前から言ってますけど、不安いらないですし、原作もやっぱ最初のも読んでおもろいっすよ。ちょっと燃えすぎかなって思ってます。燃えるのはわかる。燃えるのは正直わかる。わかる展開なんですよね。これ多分ね、別におもろいと思ってる人も思うと思う。これいいのかみたいな。あるかもしれないです。ありますけどね。はい。
僕は結論は本当面白いし、常にやっぱめちゃくちゃ面白いなっていう。やっぱね、結構推し残ってなんかここだけが面白いとかっていう人も結構いるんですけど、僕はやっぱ常に面白いと思ってるんで、うん、まあやっぱ序盤の面白さを超えれるかっていうところなんですけどね。やっぱ最新話とかめちゃくちゃもう手止まんなかったですからね。一瞬で読んじゃったからね。もうまだ一巻分だからそれ一瞬で読めるっちゃ読めるんだけど、もうっていうところで僕はさすがなと思って、こっからもね原作もマジで目離せない展開なんですよ。おー、これはね、もうやっぱ読むのありっす、マジで。うん、読むのありっすよ、うん、これはね。はい、話によってはね、なんかミステリー系とかだったら結構さ、なんか原作読んでたら面白さ半減するとかあんじゃん。うん、これは絶対僕も言ってますよ。サマレンとか見てるときまさに言ってたわ。マジでこれアニメで一発で見れやがったからみたいなね話言ってますし、もう推しの子もね、ほんともう原作以上のクオリティぐらいでやってくると思ってるんですけど、うん、まあ我慢ならない人はね、別に読んじゃうのもありだと思いますよ。うん、っていう感じですかね。ジャンプラで読みますからね、推しの子はね。はい、というところでね。はい、まあ炎上というか、まあどうしてもね、やっぱ人気作になればなるほど今後多分もっとそういう声が増えてくると思うし、うん、アニメに自体にもね、多分イチャモンというか、うん、イチャモンじゃない正当な批判かもしれないですけど、出てくると思うんで、まあ別にそこはね、楽しんでる人は楽しんで別に気にせず言ってほしいし、もう面白いのは面白いと、まあもしじゃつまんなかったら別につまんないっていうのもありだと思いますけど、うん、っていう感じでやっていけたらなと思いますけどね。まあ、ちょっとあまりになんか嫌われすぎかなってやっぱ思いますよね。うん、ちょっと炎上しすぎかなっていうのは思います。なんかネット記事とかなんか見ててもね、断るごとになんかね、あとキャラのね、なんかキャラに自分の思いを代弁させるのはなんかダメなのかみたいな議論もありますけどね。もうこれはまたサブちゃんがなんか話すかもしれないですけど、うん、まあ別にそんなに思わないけどね。うん、別にあくまで、うん、まあそのキャラが言いそうなことを言って、別にだって別にその作品って作者の分身じゃ分身じゃん。だって何がダメなのかって思っちゃうけどね。だから明らかに不自然だったらあれなんだけど、うん、はい、っていうところでね、うん、面白いと思ってるし、ここまで燃えるほどじゃないし、実際怪獣八号がもっと叩かれてますという話でした。はい、ということでネタバラシの感想を以上します。これネタバラシの感想ちょっと話させてほしい、ネタバラシの話します。はい、でネタバラリの感想としてはですね、まあ炎上した歌手の話するんで、ちょっとご注意くださいね。うん、もう本当最新話まで話します。もう最新話、マジの最新話まで話すんで、ちょっとご注意くださいね。うん、原作何話になるの？ちょっと待って、原作何話か言った方がいいか。ジャンプラのね、今の最新話だから、一回救済になってるんで、マジでジャンプラと今、ヤンジャンが追いついてるはずなんですけど。いやー、まあね。うん、まあ炎上した箇所って言ったらね、まあ税金のとこと、まあまさかのね、アクアの行動っていうところで、なんかアクアの行動はね、なんかコメントでね、これだ絶対許せねえみたいなコメントいただいてて、うん、で僕よく分かったんだけど、それちょうどそっから読んでなかったんだね。そっから読んでないことを判明して、何話な、115話か。あ、ここまでは全部ネタバレありで話すんで、ちょっとご注意くださいね。そうだね、105話からかな、105話か106話から読んで115話、まあ10話ぐらいか、うん、っていうところで、まあ、該当の歌詞を読みましたよ。うん、まあ、まずはまあ、アクアのね、まさかの、あ、ネタバレマジご注意くださいね。うん、これは自分絶対読んだ方がいい、原作だろうとアニメだろうね。まあ、アニメ、まあ、これやるか、やるな。はい、で、まあ、アクアがまさかのね、ジュソちゃんの、ね、スキャンダル記事が出ないようにバーターで記事でね、バーターか、うん、で、自分星の愛の衣だと、まあ、ルビーもね含めてルビーに黙ってやっちゃうっていうね。あ、まあ、そりゃ炎上するわと思ったよねこれ。まあ、あれ、あともう一つはなんか税金の話かな。なんかそのなんかね、公民館なんかね、ルビーたちが一人をなんか自分たちでオーディションみたいなね始めてるわけなんですけど、で、まあ、ルビーのね演技がもうあれが本音なんかみたいな、あれがまたすげえ面白かったしね。やっぱこういうの絶対単位で見てないなと思ってますけどね。まあ、今ね本当ね、一大プロジェクトというか、何、アクアが犯人役かで、ルビーが愛役になるんだな、多分これなるんだと思うんだけど、うん、っていうなんかすげえ展開になってきてね、めちゃくちゃもねえなと思って読んでるんですけど、まあ別に税金うんぬんかんぬんの話、なんか作者がなんか高額納税だからなんか税金の話題が出るとか言うんですけど、いや別にいいんじゃない税金納めてんだし。これの炎上はよくわかんない、まあ、炎上させたやつが炎上してさせてんじゃないかなと思いました。はい、で、まあ、アクアのね、黙っていうやつは、もうそれ炎上するわな。もう、これはもう、しょうがないと思った。まあ、これは正直ね。うん、ただ別に、それでなんか、幻滅だとか正直全然なくて、うん、まあ、結局、さ、
アクアのやってることってまあそれは愛のためなわけで、じゃあ愛の思いを踏みいじることなんじゃないかっていうね、まああのシーンに関してはなるわけなんですけど、まあ、あのバーター出す重曹ちゃんを守るために、まあ、自分を売ったというか、まあ、お母さんがずっと秘密にしてきたことを売ったっていう感じなんでね、まあ、それ反感買おうかなと思うんですけど、まあ、なんか DVD なんかね、あの DVD だったか、うん、あの話も出てきたんでね、まあ、多分なんか愛の言葉なのか何なのか、まあ、多分うまくあのついつも合わせてくるかなと思うんですけど、うん、まあ、アクアのなんかさやばすぎる行動とか見せたら十分ありえるかなと思いましたよ。でまあやっぱルビーに言わなかったのは、まあ、やっぱそういう多分ね、まあ、その結構なんか話的に後出しちゃ後出しなんだけど、まあ、後出しっていうか別に全然話聞き後出しって言い方おかしいんだけどね、うん、あのまあ、その人から何その話を読んだ瞬間に燃えてた人ね、そうふざけんなよって言ってた人からするとその後から出てきた情報なんでねあれなんですけど、まあ、ちょっとねだからなんていうの別に後からそういうのって出てくる可能性十分に考えれるわけで、その場その場でさ、まあ、そんなに無事入れるのもどうなのっていうのは思ったし、さすがにさ、まあ、何も考えなしにルビーにも相談せずにやるはないやろっていうのが、まあ、僕はあのシーンは思って見て思ったことです。うん、でまあ結果として重曹ちゃんが守られて、うん、でまああのアクアたちがまあ一躍こうね時の人というかね、うん、一気にこう有名というかになっていくっていう、まあ今回の、まあ、結構切り札的なところをね使ったっていうところで、まあ、あの重曹ちゃんが能天気なのが結構謎というか、あの重曹ちゃんはちょっと、ね、空気読めてないというか、まあもちろん思ったりもしましたけど、うん。まあでもやっぱルビーがね、まあそれこそ僕らの思ってること、うん、読者が思ってたことをもう完全に代弁してくれてましたし、それ言わずにやるのおかしいよねって、うん、まあ実際そうなんだけど、まあきっとなんか言わなかったなんかあるんじゃないかなっていうのを思いたいよね、うん、ここに関しては、うん、まあ多分これは多分どっから描かれるんだと思うっていうか、その愛のね、だからルビーに向けてと、アクアに向けてっていうところのあのなんかメッセージで、まああるんだと思うんですけど、うん、あとはね、なんか何かしらまだ秘密があるんじゃないかとかね、言われてますけどもね。なんか、そう、そうだよね。うん、なんかいろいろね、言い回しとか、なんだっけあれ、アクア、結構ね、驚いたよね、マジでいろいろと。いやでもこれもすごかったな、最新話のルビーのやつもすごかったよね。あこれか、どうやったっけかな DVD の話、これおもろかったあかねちゃんがなんかすげえ、これでもあかねちゃんがめっちゃ人気キャラなんだなっていうのはなんかね結構思ってることで、うん、そうこんな人気あったんだっていう、なんか僕の思った以上人気キャラだった、うん、やっぱ DVD か、お兄ちゃんへ15になるまで開けちゃダメ、ルビーへ15になったら開けてね、でこれなんかお兄ちゃんって言い回しとか何なんだとか言われたとかね、まあ開けちゃダメって開けてねっていうのの言い方がちげえなとか、なんかまた深いなんか考察みたいに入ってしまいましたけどね。いやーでもちょっと目離せない、めちゃくちゃおもろいっけどね、めちゃくちゃおもろいとしか思わないんだけどな、うん、まあ、まあ怒る人の気持ちもわかるよね、あのシーンに関してはそれはね、うん、あの1話だけ見たら僕も怒ってたと思うわ、さすがにねえよって。まあ多分でもなんか裏があるって思うけどな、普通は普通は思うと思うんだけど、まあマジであのアクアがね、何もなくあんなことするとはやっぱすごい思ってないんで、うん、それだとおかしいじゃん。だって、愛を犠牲にして、なんか重曹ちゃん守ったみたいな、はみたいになるじゃんね。あんだけ愛のためにって生きてきた主人公が。うん、っていうところなんでね。まあ僕は、うん。だからあの瞬間的に燃えるのはなんだかなって思っちゃうんですけどね。うん、まあ、こんなところかな。やっぱ話としてはすごい面白いし、この DVD に関してももちろんそうですし、まあ映画、まあ撮るっていうところで、まあ、そこの話ももちろん楽しみだし、うん、で、主人公がまあ復讐を果たすっていうところの、で、まあついに、ね、犯人も出てきたわけで、ね、犯人というか父親か、うん、出てきたわけで、まだまだね、明らかになる多分驚きの真実みたいなのはあるかなと思うんですけど、うん、まあすげえね、読むの楽しみだなと思いますし、はい。
な感じでしょうか。はい、ということでね、今回の推しの子、僕自身が、原作ですね、最新話まで読んでみた正直すぎる感想という子をね、以上としたいと思います。はい、またね、アニメの、まあ、同時視聴とか感想とかね、まあ、今夜また、3話ありますので楽しみですね。はい、ということでやっていきますね。ぜひこれを機にチャンネル登録もしてください。嬉しいです。見られた方ね。で今回原作読んでる方、読んでない方もぜひ、ね、コメントいただけますと嬉しいです。ということで以上となります。ご覧いただきましてありがとうございました。